冒険って不安と期待でドキドキするでしょ？その感じがね、私が時々お兄ちゃんに感じるあの気持ちとすごく似てるの。お兄ちゃんも泥だらけだ。冒険を頑張った証拠だよね。お兄ちゃん、かっこいいよ。近道より遠回りがしたいな。だってせっかくのお兄ちゃんと一緒の冒険なんだもん。ねえ、あっちにも行ってみようよ。海の向こうには何があるのかな？空の向こうは？お兄ちゃんも知らないんだ。じゃあ、想像で言い合いっこしよう。道なんてねえぜ。道は俺たちの後ろにできるんだよ。キリ。いい眺めだね。プー吉が思わずキリッとしちゃうのもわかるね。じゃーん、旅のお洋服だよ。おお、完璧装備じゃねえか。何が起きても大丈夫だな。でも、お兄ちゃんはそばにいてね。私の冒険に終わりはないの。お兄ちゃんとプー吉とどこまでもずーっと一緒に進むんだもん。いい加減荷物が多いのによ。すまねえな。俺まで担がせて。プー吉は荷物じゃないよ。プー吉はプー吉だもん。見て見てお兄ちゃん。旅のしおりを作ったの。絵しか描いてないよって。いいの。こういうのは気分なの。地図をぐるぐる回すのはね、方向音痴の証拠なんだって。ってことは、私もお兄ちゃんも方向音痴で、お揃いだねー。元気がない時でも、怪我をした時でも、私のお腹に綿は詰めない。だけどプー吉はそういう時、綿を詰めるとまるで生き返ったみたいに元気になる。体の作りは私と全然違う。なのにおしゃべりできて心があって、ちゃんと私たちと同じように生きてる。おいあやね。ずっと考えてるけど全然わからない。というか、考えれば考えるほどプー吉の謎は深まるばかりだよ。今日は一段と熱視線だな。そんなに見つめられると俺のポーカーフェイスもさすがに緩んじまうぜ。プー吉って何者なんだろう。どうしてこんなに不思議なの？知りたい。私、プー吉のことが知りたい。おお、あやね。あれ、なんか落ちたね。本？ああ、そうだ。それ、さっきしおりの嬢ちゃんが来て置いてったんだ。あやねが裏で畑仕事手伝ってる間に。しおりちゃんが？なんだろう。冒険手記？冒険手記、アストライアへの挑戦？なに？おお、この大陸を冒険した体験記か。底なし沼に魔物の巣窟、人食い大蛇の巣。マジかよ、こんなところよく行くぜ。しかも冒険豆知識までびっしり。冒険家って本当にいるんだな。でもなんでしおりの嬢ちゃんはこれをあやねに。しおりちゃんからのメモだ。古道具屋さんでたまたま買った本なのですが、冒険記の中にプー吉そっくりの写真が載っていて驚いたので持ってきました。最近あやねちゃんがプー吉の不思議について考えてるってあの人から聞いて、ただの空にかもしれないけどプー吉のルーツを知る何かのヒントになれば嬉しいですって。なに、俺そっくりだぞ。またまた、どうせあるだろう。俺の人気にあやかってそっくりさんを名乗りたがる小ずるいが、まあ目の付けど心は悪くないやつが。タクチ、見てこの写真。ここに写ってる石像、どこからどう見てもプー吉だよね。うおえー、これは確かに俺だ。そっくりのカテゴリーを超えて俺そのものだ。プー吉って石像になるような存在だったの？はい、私ここに行ってみたい。いや、落ち着けあやね。だってプー吉のことがわかるかもしれないんだよ。絶対に行きたい。待てって、読んでみろよ。ここ、そこは長らく石の扉で外界から白絶された幻の文明プー。プーだって、その扉を開くにはプーの民が所有する石の鍵を必要とする。石の鍵なんて持ってねえじゃねえか俺たち。それにだぜ、考えてもみろ。こないだは真帆の姫さんたちが一緒だったからなんとかなったものの、怖がりで人見知りのあやねに一人旅なんて無謀すぎるぜ。でも、あれ？ちょっと待って、この本のカバー内側になんか挟まってる？なんだろう。よいしょっと。これ付録？あ、付録だ。隠すってことは何か秘密の内容かな。読んでみるね。プーに至る道のりがあまりにも過酷であったため、筆者は皇族が出のことを願い、プーの民より授かった石の鍵をランドソルの滝に隠す。滝に隠す！プー吉、あるよ、あるんだよ石の鍵。滝だって。おいあやね、待て待てって。あったところで一人じゃ危ない。おい。付録によると、石の鍵は滝の裏側に隠してある。だって、滝の裏って。うわ、すごい水の勢い。この裏ってことだよね。やめろ、危ねえって。見ろよこの水量。滝っつうかもはや壁だぜ。俺のルーツなんて命かけてまで知るようなもんじゃねえ。頼むから無謀なことはやめてくれ。やだ、やめないもん。私取りに行く。おい、どうしたあやねえ、らしくねえぞ。強がってたって本当は誰よりも甘えん坊で怖がりなのがあやねだろ。俺の前でまで無理すんな。プー吉、私の成長が寂しいのはわかるけど、私だってもうすぐ大人なんだから。プー吉の知らない勇ましいあやねだっているの。大丈夫、全然怖くなんかないもん。だからプー吉も理解のある大人になってね。あやね、お前いつの間にそんなこなれたこと言うように。お、地面が揺れてる。滝の振動か？いや違う、これはあやねの膝が。あやね、お前膝震えてんじゃねえか。え、膝ってどこだっけ？ちょっと分かんないな。いや膝は分かんだろ、さすがに。壮大にとぼけやがったな。自分で見てみろ、ほら明らかに震えてんじゃねえか。本当は怖えんだろ、無理すんなって。プー吉、私ね、プー吉が好きなの。好きだから知りたいの、プー吉のことをちゃんと。プー吉に故郷があるなら見つけてあげたい。プーママやプースケの他にも家族がいるなら会わせてあげたい。そのためなら怖いことなんてないんだもん。あやね、声まで震えてんじゃねえか。ったくよ、怖がりなくせに頑固者。そんでもって重度のプー吉好きと来てやがる。分かった分かった、協力するよ。俺を滝の裏側に突っ込め。鍵のありかを突き止めてやる。プー吉ありがとう。見えるねえプー吉、裏側見える？水圧が高えよ。水圧高えとこは避けろって言っただろ。何何、全然聞こえない。こっち行くの？違うっつってんだろ。逆だよ逆。そっちは滝のメインストリーム。もう見つけた、石の鍵だ。あやね見つけたぜ。え、あったの？本当？どこ？おい、振り回すなって。滝の存在なんて忘れたかのように俺を振り回すな。おおの鍵、本当にあったね。ゲットだよ。すごいすごい。風吉が手伝ってくれたおかげだよ。何の気にすんな。おっと、抱きつくとびしょ濡れだぜ。今の俺は滝そのもの。夢みたいだよ。これで風吉の故郷かもしれない場所に入れるんだね。待てあやね、俺はまだプーに行くことを許したわけじゃねえ。え？条件がある。条件？坊ちゃんをお供につけろ。あいつがいりゃお守りくらいにはなるだろう。そうするなら旅に出ることを許してやってもいい。分かった、お兄ちゃんに頼んでみる。ま、あいつのことだ、断りゃしねえよ。プ吉、なんだよ。ありがとね。んだよ水くせえな。え、でもこれは言っとかねえといけねえか。こちらこそだぜあやね。水くさいよプ吉。ああ、滝だけにな。もうこれプーへの地図じゃねえか。どうしたんだあやね。へへん、聞きたい？実はね、石の鍵あるでしょ、滝壺で取ってきた。私これが手に入ったことが嬉しくて嬉しくて、見つめたり撫でたり抱きしめたりってしてたら気づいたの。ほら見て、じゃーん、パッカーン。でねでね、その中にこの地図がちっさく折りたたまれて入ってたってわけ。マジか、地図まで手に入ったか。いや、この冒険破れかぶれ綿はみ出まくりのハードモードになるものとばかり思ってたが、意外にも楽勝モードみてえだな。楽勝モードってどういうこと？だって冒険なんてもんは地図と道具を揃えるまでが9割だろ。それさえ手に入れりゃあとはそれを携えていくだけ。今の俺たちにはもうその9割が揃ってる。なるほど。でも冒険記の付録にプーへの道は過酷だって書いてあったけど。そりゃ地図や石の鍵がない状態でだろ。考えてもみろ。地図には危険な場所がほらきっちり書かれてある。そこを迂回して進みゃいいだけの話だ。確かに。つまり俺たちは冒険者ステータスで言うとすでに最強、怖いものなしの楽々アドベンチャー、そういうこった。うわー、最強なんだね私たち。なんだかワクワクしてきちゃったな。ああ、ワクワク結構。一丁観光気分で楽しむとするか。うん、じゃあ最強楽々アドベンチャープーに向かって出発。その気満々だな。逃げようとでもしようものなら後ろから一息にばっかりだ。くそ、絶対絶命の万事休すじゃねえか。楽々アドベンチャーのはずが出発1時間ってなんでこうなんだよ。なんでって覚えてないの。まず地図が読めなかったよね私たち。誰も出発して5分で道が分かんなくなってあっさり危険地帯に迷い込んでお兄ちゃんが底なし沼にはまっちゃった。でプー吉が「坊ちゃん俺をつかめ!」って言うからプー吉を沼に投げ込んだのはいいけどプー吉盾にはまっちゃって。プー吉は自分じゃ動けないし、しかも見た目以上に重いからお兄ちゃんより先にどんどん沈んで、私がなんとか2人を引き上げたけどすでにみんなヘロヘロで。おいちょっと待て。俺が口ばっかで動かねえ舌先三寸野郎なことはまあ否定しねえよ。けどな、この事態を招いたのがまるで俺一人だけかのように言われるのはそりゃ心外だな。あの後はあやねだって大概だったぜ。滝壺じゃ勇ましかったくせによ、別人みてえに怖え怖えってわめいて先へ進みやしねえ。渦巻き済みの軟体生物にすら追い越される始末だったじゃねえか。だってお兄ちゃんとプー吉が底なし沼に沈んでくのを見て2人が死んじゃうかもってすごく怖かったんだもん。またあんなことになったらって思ったら怖くて足動かなくて。でも私たちもうダメかなって思ったその時だったよね。お兄ちゃんが安全な場所を見つけたからそこで一回休もうって言ってくれたのは。ああ、あんときゃさすが坊ちゃんだと思ったね。確かに安全な場所で休めばあやねも落ち着いてまた進めるようになる。あの状況で考えられうる最高の打開策だ。坊ちゃんのやついつもは薄めの水墨画かなぐらいの存在感なのによ、やるときゃやるんだなってバキッとした劇画の男に見えたね。うん、お兄ちゃんかっこいいって思った。ま、その結果その男の案内してくれた安全な場所ってのがここ大蛇の巣のど真ん中だったってわけだけどな。坊ちゃんよ、俺確認したよな。そこは確かに安全なのかって。したら坊ちゃんドヤ気味に安全だって言ったじゃねえか。いや確かにな、警戒心のなさはお前さんの美徳だぜ。でもよ、美徳を発揮するにも TPO ってもんがあんだろ。ねえ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 、どうする。私たち食べられちゃうよこのままじゃ。くっそー、地図も石の鍵もあるのに楽勝モードのはずなのに。地図は読めねえわ、口先だけで動かねえわ、怖がりだわ、警戒心はないわって。俺たちポンコツ冒険者すぎんだろ。プー吉、今そんなこと言ってもしょうがないでしょ。そうだねえ、あの冒険記持ってきてたよね。確か冒険のノウハウみたいなことも書ャの弱点とか倒し方とか載ってるかも。確かに。やべえよ大蛇のやつ、いよいよ迫ってきやがったぜ。早くしろって。大蛇退治の方法まだ見つかんねえのかよ。待ってよ、今探してるから。ちょっと待って、なんだそのページ。冒険豆知識、冒険者スキルについて。今関係ないとこ読んでる暇はないの。早く大蛇の退治方法を。ちょっとだけ見せろ。冒険者スキルとは、冒険者になるために最低限必要なスキル。ここで上げるスキルを一つでも書く者に冒険者の資格はないため、まかり間違ってもパーティーに加えてはならない。冒険者スキル一覧。1、地図が読めること。1、口だけでなく体を動かすこと。1、怖がりじゃないこと。1、警戒心を持ち合わせていること。ってこれ、まんま俺たちのことじゃねえか。いや、俺たちの、まんま真逆。そういうことか。納得がいったぜ。空吉？地図やアイテムがあったところで、はなっから無理だったんだよ。俺たちに冒険なんか。だって、冒険者の資格がねえんだから。最強どころか、冒険者スキルゼロの最弱パーティーだったってわけだ。だから、なんなの？だから、何一つうまくいかなくて、挙句の果てに大蛇の餌になりかけてるこの状況も、当然の結果だってことだ。諦めるしかないってこと？他にどうしようがあるってんだ。冒険者スキルゼロの俺たちに。そうだね。確かにプー吉の言う通り、私たちは冒険者スキルゼロのポンコツパーティーだね。冒険者スキルっていうか、これ、人としてのスキルだよね。怖がりも口だけも警戒心ゼロなのも、地図が読めないのも、冒険だけじゃなくて、どんな時でもダメだもん。人として。冒険者としてっていう前に、人としてポンコツなんだと思うよ、私たち。おやね。だけどね、プ吉、それは今に始まったことじゃないよね。私たちがポンコツなのは、この冒険に出る前から、ずーっとそうだったんじゃないかな。え？シャドウが現れて、私の偽物が出た時も、野球のコーチなんか任されちゃった時も、私とプー吉が喧嘩して、離れ離れになった時も、私たち、いつだって怖がりで口ばっかりで警戒心がない弱小パーティーだった。だけど、それでも私たち、どんな時も、どんなピンチも、自分に言い訳なんてせずに乗り越えてきたんじゃないかな。今のこの状況だって、これまでのピンチと同じだよ。冒険者スキルがゼロだってことが諦める理由になるの？私はならないと思う。スキルがゼロなら自分で上げればいい。上がらないなら工夫して何とかするの。今までだって私たち、そうやってきたんだもん。あやね。あ、ごめん、偉そうに。いや、ちっとも偉そうなんかじゃねえ。あやねの言う通りだ。スキルがあろうがなかろうが、諦めねえのが俺たち。なのに俺、正直、ビビってたんだ。初めての冒険ってやつに。ビビって、舐めてかかろうとしたけど、やっぱりうまくいかなくて。諦める理由見つけて、ほっとしちまってた。すまねえ。風吉。ありがとう。分かってくれて。って、どうすればいいのかは、まだ分かんないままだけど。よし。じゃあ、ポンコツなりに、諦めずに考えるか。ここから脱出するための方法を。うん。獲物に巻きついて締め殺そうとする習性があるって書いてあるよ。でかしたぞ、あやね。やったー、大ちゃんが風吉に巻きついたよ。いい感じに締め付けてやがんぜ。ぶっちゃん、大蛇の様子見てタイミングの合図頼む。よし、あやね、風吉フルスイングの応用で一気に俺を引っこ抜け。わかった、いっくよー。いやーやった、やった、の肩結び大成功だよ。よし、ほどけねえうちにつらかるぜ。やっと元の道に戻れたよ。みんなで協力したおかげだね。ああ、あやねは怖がってちゃできねえ。俺は口だけじゃなく行動しなきゃできねえ。坊ちゃんは奴が反撃してこないよう警戒心を持ってタイミングを見計らわなきゃできなかった。それぞれが自分に言い訳せず自分の限界に挑んだ結果だな。地図もアイテムも冒険者スキルも大事だけど、冒険に一番必要なのははい、風吉。ちょろいぜ、自分という敵を超える勇気。正解。それに気づけた私たちは今度こそ最強だよね。ああ、違いねえ、最弱で最強の冒険パーティーだ。さあ先は長えぜ、どんどん行こう。うん。ここが古代より外界から閉ざされ独自の文化を紡いできた幻の古代文明プー。いい？鍵穴に石の鍵を刺すよ。開いた。おお、ここがあれは風吉の石像。写真で見た通りのやつだ。おい、プーのやつらが一斉にこっちを見てるぜ。あれはこれは恐れ多い。皆の者、神戸を垂れよ。みんなが風吉にひざまずいた。風吉は神様なの？いかにも。我らプーの民が古来より信じ敬い、苦難に手を携え共に生きてきた神。そのやんごとなき見姿が、おお、現実となりて今ここに。おい、あやね見てみろ。俺の石像が置かれてある場所、明らかに祭壇だ。神様という話は嘘じゃねえみたいだな。本当だ。古いけどピカピカに磨かれて、ちょっと高いところからみんなをゆったり見守ってるあの感じ、どっからどう見ても神様だ。お方々粗末ではありますが、お食事をご用意いたしました。お口に合わないようでしたら遠慮なくお吐き捨てくださいませ。うわー、すごいごちそう。なんだか綺麗なお姉さんがプー吉のことを仰いでるし、みんなプー吉を囲んですっごく喜んでる。無論我々が長きにわたり待ち望んだ神の復活であられる。神はプーの文化であり歴史であり、プーそのものと言っても過言ではない、尊くも偉大な存在。おお、この老い汚れた眼を三上のご公がお入りになる。さあさあどうぞお召し上がりよ。皆の者、直ちに神の復活祭の準備を。はあ、神の復活祭ってとんでもねえことになってきやがったな。プー吉、すごい。神様だったなんてびっくりだけど、でも神様なら心があるのも喋れるのも納得がいく。実はすごい存在なんじゃないかって気はずっとしてたけど、思ってた以上だ。誇らしいよプー吉。なあ綾音、正直に言っていいか。俺な、この状況めちゃくちゃしっくりくるぜ。神ってそう呼ばれるたびにな、胸のあたりがこうモフモフっとするんだ。ああ、俺のルーツは間違いなくここだって、内なる綿がそう叫ぶんだよ。プー吉、うん、私もそう思う。言われてみればプー吉にはずっと神様感あったもん。眩しいっていうか気高いっていうか。ごめん、私なんかにはうまく言えないけど、とにかく納得だよ。プー吉を持ってがなんだか緊張しちゃうな。綾音、どうした、顔が曇ってんぞ。あ、もしかしたら私の武器でいるよりも、ここで神様でいた方が、プー吉は幸せなのかも、なんて。かもじゃなくて当然だよね。今さら何言ってんのって感じ。おい、おいおいおい、おい、何言ってんだよ。怒るぞ。いくら運命共同体の綾音でもな、俺の幸せまで勝手に決める権利はねえぜ。俺の幸せは俺が決める。いいか、よく聞け。俺はこれから綾音の武器とプーの神様を兼業する。拠点は今まで通りサレンディア救護院だ。必要な時だけプーに里帰りする。人気者はいつだって忙しいんだよ。神様は出張中。いいじゃねえか。プー吉、本当？綾音、お前泣いてんのか？ごめん、ほっとしちゃって。プー吉には大切な役目があるから、もしプー吉が私のところからいなくなっても寂しがっちゃいけないって、悲しい顔なんかしちゃいけないって。でもそんなのやっぱり寂しいって、さっきから頭の中ぐるぐる。だからこれからも一緒にいられるって聞いて嬉しくて。綾音、ママサリンに頼んでサレンディア救護院にもプー吉の祭壇作ってもらうね。おう、立派なのを頼むぜ。こりゃランドソルにもプー吉教の急拡大あるな。俺の有名税もいよいよ高騰だ。これからはめったなことできねえぜ。もうプー吉じゃなくてプー吉様だね。おいおいプー吉様よせあい。プー吉様出れるぜ。あれお兄ちゃんが走ってくる。どうしたんだろう。どうしたの？古文書って何のこと？復活祭のために数百年ぶりに開いた古文書に詳細な神様の姿が描かれてたって。それの何がまずいんだ？そこに書かれてた神様の姿がプー吉とは似ても似つかない、はるかにシュッとした見た目だった。それで大騒ぎになってるって。おいおいどういうことだよ。だって石像は俺とウリ2つ。つうかってことはつまりあれか、元はそのシュッとした神様の石像だったのが風化して崩れに崩れた結果俺にになったって、そういうことか。みたいだね。なんだそりゃ。つうか失礼だろ。ねえなんだかプーの人たち怒ってない？じりじり距離詰めてきてる気がするんだけど。ぬしら一体何の目的でここへ来た？なぜそのような紛らわしい姿で我らを欺く？神を語るなど許されぬ行いであるぞ。いやいや語るも何もこれが俺のオリジナルの姿だっての。食い気味に勘違いしてきたのはそっちだろ。勘違いさせたならごめんなさい。私たち騙すつもりなんか。黙らっしゃい。神への冒涜は大罪ぞ。あいつら魔物を放ちやがった。しかも大群だ。やべえぜ。一旦逃げよう。ダメここも行き止まり。道が入り組んでてどこが出口なのか全然わかんないよ。魔物がそこまで。プー吉呆然として大丈夫？ああいや奴らが怒るのもまあ無理はねえなと思ってよ。信仰心ってのは純粋であればあるほど裏切られた時の傷は深えもんだ。ただな俺の方もチートばかりショックだったっつうか。プー吉そうだよね。神様だと思ったらそうじゃなかったんだもん。そんなのがっかりしちゃうよね。ねえプー吉私ね思うんだ。神様っていう存在はもしかしたら他にもいるかもしれない。だけどこれができるのは世界にプー吉一人だけだって。えこれだけはプー吉以外の誰にも絶対に真似できない。あやね。ああそうだな。確かにそうだったな。どんなに偉え神様にだってこれはできねえ。うんいいぜ思いっきりやってくれあやね。ここでやらなきゃ俺がすたる。プー吉うんお兄ちゃんも力を貸してくれる？思いっきりいっくよプー吉フルスイング。やったやったよプー吉。魔物の群れをたった一撃でやっつけたよ。れ、またプーの人たちが騒いでる。もっと怒らせちゃったかな。なんじゃ今の力は。あれだけの魔物をたった一撃で。ただものではない。いや、これは神の所業。神神様、神神様、神神様のご到来じゃー。え？おいおいおい、神神様って神様の存在意外と軽めかよ。いや、お前ら一転してひれ伏すな。笑ってんじゃねえぜ、あやね。ごめん。でもね、神様でも神様じゃなくても風吉は特別な存在ってことなんだと思うよ。ふん、ま、ちげえね。何者であってもなくても俺は世界に唯一無二の風吉だっつうことだよな。ほんとだな、助かったよ。プーのやつらに安全な帰り道を教えてもらえて。ったく、こんな道があるならそっちを地図にかけってんだよな。何がプーに至る道のりがあまりにも過酷でだよ。この冒険家実はモグリだろ。おかげでひでえ目にあったぜ。ごめんね、私がどうしても来たいってだだこねたから。いやいや、あやねのせいじゃねえよ。俺だって俺のルーツが知りたかったし。でも結局何にも分かんなかった。私のわがままでただ2人を危ない目に遭わせただけで、肝心のプー吉のことは何にも。あやね、そんな顔するなよ。だってこの旅のせいでプー吉こんなに汚れて傷だらけに。痛い痛いだよね。ごめんね。痛くねえから、そんなに優しくなでんな。嘘だよ、痛いよ。あれ、なんか崖の向こうが眩しい。お日様じゃない。何これ。やめろ、あやね。それだけはやめてくれ、頼む。坊ちゃん、なんでもねえ。なんでもねえから、あやねを追い返してくれ。あやね、おい、こら、俺を突き出すな。死んでも嫌だっつってんだろ。坊ちゃんの助けを借りたってな。嫌なもんは嫌。ダメだと。風吉が何と言おうと、これだけは譲れない。っていつにないまっすぐな眼差しで俺を見つめんじゃねえよ。いや、俺だって譲れねえよ。いくらあやねに頼まれたところでだ。断固断る。それだけは拒否らせてもらう。いいか、それをやってみろ。あやねとは絶交だからな。はい。わ、おい、絶交だっつってんのに、今カンスルーで俺のことを坊ちゃんに突き出しやがったな。ああ、そうか。さては絶交の意味が分かってねえな。分かった、教えてやる。あやね、まずは俺を置いて一旦そこへ座れ。いいか、絶交ってのはだな、この世で最も辛く恐ろしいって。おい、あやね、話を聞けって。こら、俺の背中を坊ちゃんに見せるな。坊ちゃんっててめえ、気づきやがったな。おお、そうさ、別に隠すことはねえ。今俺の背中はアイスクリームまみれだ。なんでかって今日はな、あやねと見るはずだったんだよ、人形劇を。だからさっきまで俺たちは劇場にいたんだ。だけど公演が始まる直前さ、隣の小僧が持ってたアイスクリームが俺にべったりいっちまって、慌ててあやねがここへ駆け込んだって、そういうわけだ。ああ、ぼっちゃん、人の背中は随分な同情の目で見てくれるね。けどな、ありがた迷惑だ。同情はいらねえ。確かに俺は今ひでえ状態だよ。だがそれがどうした？アイスクリームのついたぬいぐるみの何が悪い？おまわりさんに捕まるか？子供たちが怯え泣き叫ぶか？んなことあるか？何の問題もない。そうだろ、坊ちゃん。坊ちゃん。おい、坊ちゃんよ。お前さん普段は物事を察しのさの字もしねえぼんやり野郎じゃねえか。俺はな、そこが物足りなくもあり気に入ってるところでもあるんだぜ。それがおい、今日はどうした？なんでそんなに察しがいいらしくねえぜ、坊ちゃんよ。やだやだ、やめてくれ。それだけは、丸洗いだけはやめてくれ。ぬいぐるみにとって丸洗いほど屈辱的なことはねえんだ。お前ら想像できるか？怒涛の勢いで全身に染み込む水分、有無を言わさない泡の吸収、体が地の底まで沈むかのように重くなり、濁流で自我までもが洗い流されるかのようなあの感覚。うわぁ、想像しただけで毛震いが。それをされるくらいならな、一生背中がカピカピでもいい。乾いていっそトゲトゲだっていい。だから頼む、丸洗いだけは。坊ちゃん、お前は俺の味方だよな。俺を裏切ったりしねえよな、坊ちゃん。お前。うわ、お前ら絶好だ。現れちまった。そして洗濯ロープに干されちまった。俺の魂は漂白されたも当然、屈辱の極みだ。おい、お前ら、ニコニコ満足げにこっちを見るな。くそ、人間なんて所詮手前勝手な生き物。なんだありゃ。坊ちゃんよ、テラスのテーブルにあるあの奇妙なもんはなんだ？ラーメン？あれが？お取り寄せしたご当地ラーメンを食べようとしてたところに俺たちが来た。ってもう完全に汁気吸って汁なしきしめんみたくなってんじゃねえか。あんなになっちまったらもう食えねえだろ。そうだ、あやね、人形劇始まる前に会場を飛び出して、もう完全に終わっちまってる。かき氷？氷屋で氷を買ってきて自分で削った。憧れのいろんなシロップをミックスしてかけるをやって、さあ今から食べようとしているところに俺たちが来た。ってもう完全に溶けてただのサイケデリックジュースになっちまってんじゃねえか。そうだ、あやね、人形劇始まる前に会場を飛び出して、もう完全に終わっちまってる。そういえばあれ、今日で最終公演だったんじゃねえか？あやね、前から楽しみにしてたのに。お前ら、よかったのか。のことより俺のリボンのシワが気になる。2人で両側からピントン伸ばしてこれで綺麗に乾くね。満足満足。じゃねえだろお前ら。俺の選択なんかよりもっと大事なことあったんじゃ。2人同時にくしゃみ。ってお前らずぶ濡れじゃねえか。お構いなしってか。俺のこと好きすぎかよ。ちくしょう、風が気持ちいいじゃねえか。お疲れ様。ふん、同じタイミングでくしゃみしちゃうだなんて前から思ってたけど、あんたとあやねちゃんって妙に息が合ってるのよね。だいたい喋るぬいぐるみなんて一歩間違えたらシュールすぎて腫れ物扱いの代物よ。それを当たり前のように受け入れて、自分のこともさておきあそこまで大切にできるなんて、特筆すべきはその自然さよ。あんたとあやねちゃんが無条件で共有するその空気感よ。プー吉は幸せ者ね。嫉妬でも嫌味でもないわ。心からそう思う。じゃあまたね。あれ、私寝ちゃってた。こんなところで。ごめんね。先を急がなきゃだよね。あやね、さっきの話だけどな、あやねはこの度に俺たちを連れてきたこと悔やんでるみてえだけどよ。俺は後悔してねえぜ。来てよかったと思う。でも結局何にも分かんなかったし。何にも分からなかったわけじゃねえ。この旅で分かったことはちゃんとある。分かったことって？それはだな。あやねや坊ちゃんが俺よりも俺のことを大切に思ってくれてること、身の危険を冒しても俺を思って行動してくれるその気持ち、この旅に来ねえと分からなかった。死ぬほどありがてえ。でもそんなこと、くそ、照れくさくてとても俺の口からは言えねえ。プー吉？とにかく来てよかったんだよ。本当に？お、本当だ。俺は嘘もおべんちゃらも言わねえ。だってお兄ちゃん、プー吉来てよかったって。うん、あ、お兄ちゃんもニコニコしてる。嬉しいね。こいつら。俺の謎が解けようが解けまいが、俺が何者であろうがなかろうが、この先もずっとこの二人を守り続ける。ああ、そうだ、そいつが俺の存在意義だ。あやね、坊ちゃん、この先どんな冒険の時もいつだって一緒だからな。俺のそばを離れるんじゃねえぞ。うん。お兄ちゃんともっともっと冒険がしたい。おー、ジャングルのツタ、目、お兄ちゃんに絡むなんてめったよ。ジャングルにも可愛いお花って咲いてるんだな。一つにまとめて、よし、花束の完成。はい、お兄ちゃん、これどうぞ。旅のお供をしてくれてありがとね。私、こんなに遠くまで来たのは初めてかも。知らない場所には知らない人がいて、知らない景色や知らない食べ物があって。でもね、不思議なんだ。遠くに来れば来るほど、身近な人たちのことが頭に浮かぶの。サレンディア救護員のみんなや、パパやママのことが。旅に出るって遠くに行くことじゃなくて、近くにある大事なものに気づくことなんだね。お兄ちゃん、大好きだよ。しかし坊ちゃんの魅力ってのはバンコク共通なんだな。行く先々でこっそりしっかりモテてやがったぜ。へえ、そうなんだ。ちょっとお兄ちゃん、本当は私すごく人見知りだし場所見知りなの。でもね、お兄ちゃんが隣にいてくれると、いつもよりちょっとだけ勇気を出してみようって、そう思えるんだ。冒険は危険と隣り合わせだから、もしもの時はプー吉と先に逃げろってお兄ちゃんが言うの。でもやだ、やだやだやだ、そんなの絶対にやだ。旅のことを思い出そうとするとね、自分じゃなくて、お兄ちゃんやプー吉のことばかり浮かんでくるの。お兄ちゃんが食べてたものとか、お兄ちゃんの寝顔とか。プー吉がおっきな鳥にさらわれそうになったこととか、岩の下敷きになってぺちゃんこになったこととか。今すぐにでも忘れてもらいてえ記憶だがな。忘れてあげないよーだ。私の大切な思い出だもん。一緒に旅をするって家族になることに似てるんだね。私、お兄ちゃんと一緒にもっともっと旅がしたいな。はドキドキだね。冒険に出発だよ。おやつは持った？旅は道連れ、世は情けってな。かっこいい。ねえ、それってどういう意味？さあな、俺も知らねえ。知らない場所か。うーん、考えただけですでにホームシック。旅行用に携帯用暖炉があるといいかも。まだ荷物増やす。旅の荷物って多いな。ねえプー吉、少しは待ってよ。旅先にはクッションもソファーもないよね。俺でいいだろ。旅先にはクッションもソファーもないよね。俺でいいだろ。旅先の香りも思い出に持って帰れたらいいのにな。知らない場所か。考えただけですでにホームシック。もう出発だぜ。うん、待って待って、腹ごしらえがまだ。お土産はやっぱりご当地ぬいぐるみだよね。ワクワク。ぬいぐるみのみんな、旅の無事を祈ってて。旅先で人見知りなんかしてちゃダメだよね。まずは挨拶だ。世界ってこんなに広いんだ。早く自分の目で見てみたいな。出発！一気に突破するよ。音もするぜ。頭突きだ、くらえ。どっけどけ。世界の果てまで。音もするぜ。出発！道は作るものだよね。プー吉アドベンチャー。ね、音もするぜ。頭突きだ、くらえ。出発！道は作るものだよね。プー吉アドベンチャー。世界って広いんだね。始まるよ。たくさん褒めてもらうんだ。クールに燃え上がる。やっちゃえよ、やっちゃえ、プー吉。下がってくる。この輝きに見とれなさい。エンド・オブ・フェニックス。すごいすれが私たちの力、プーチサイクロンアーチ、飛んでけー。すごいじゃない、やっちゃえ、畳みかけるがよい。よいしょっと、全力エール、プーチ、まだ余裕だよ。お手伝いするね、プーチサンターストーム。すごいじゃない、やっちゃえ、プーチ。下がってて、サマーブライトホース、幸せ、畳みかけるわよ。海の掃除よ、へい、不死鳥よ、羽ばたけ、この輝きに見とれなさい、エンド・オブ・フェニックス。すごいすごい、やっちゃえ、プーチ。勝利だよ、ママサレン、褒めて褒めて。さすがあやね。でもママサレンはやめてね。行くぞスズメ。熱く行くわ。ゴーゴープッチン、畳みかけるわよ、海の掃除よ。ゴーゴープーキチ、すごいのいくね、プーキチサンターストーム。やりますね、まだまだ余裕だぜ。クールにも成功して、トロピカルバケーション、一息入れましょう。いつもありがとね、シュワシュワっと、下がってて、サマーブライトホース、畳みかけるわよ。この輝きに見とれなさい、エンド・オブ・フェニックス。すごいすごい、早く帰らなくちゃ。ゴーゴープーキチ、お手伝いするね、これが私たちの力、プーキチサイクロンアーチ、飛んでけー。すごいじゃない、やっちゃえ、プーキチ、畳みかけるわよ、熱い一撃、負けないわ、プーキチ。絶好調だったわね。スズメのドジもあんまりなかったし、今回はドジはありません。始まるよ。プーキチサンターストーム。よいしょっと、二人ならいけるよね。くるくるっと、少しでも役に響かせます、ウーターコールベル。ありがとうクリーン、私の見せ場、勇気を出して、デビュースターアクション。さすがくるみ、見ててくるみ、これが私たちの力、プーキチサイクロンアーチ、飛んでけー。かっこいいな、すごいすごい、私たちって強いんじゃないの。もしかしたらそうかも。失敗しませんように。空き地パワー全開！頼みますね。やっちゃえ空き地！お手当てします。次のご注文です。ゴーゴープーキチ、シュワシュワ、すごいのいくね。プーキチサンターストーム。やりますね。ありゃー、やっちゃいます。やっちゃえプーキチ。やるときはやりますよ。スズメもやるね。ラジしないでよ。お手当てします。やるときはやりますよ。トロピカルバケーション、一息入れましょう。お礼するね。シュワシュワっと、やっちゃえプーキチ。よいしょっと、一緒に行くよ。プーキチサンターストーム。やりますね。すごいのいくね。これが私たちの力。プーキチサイクロンアーチ、飛んでけー。やりますね。おいたはダメでやってします。頼みますね。すみません。やりました。今日はドジをしませんでしたよ。喜ぶのはそっちなんだね。